シティオブロンドンは、イングランドのロンドン中心部に位置する地区である。周辺地域とコナベーションを形成し、現代のメトロポリスロンドンの起源となる地域で、範囲は中世以降ほとんど変わっていない。単にシティ、またはスクエアマイルとも呼ばれる。シティの行政は、シティオブ、ロンドン自治体が執行している。この自治体の主犯は、ロンドン市長である。 2000年に再設置された大ロンドン町のロンドン市長と異なる。シティは英国の GNP の2.5%に貢献しており、ロンドン証券取引所やイングランド銀行、ロイズ本社等が置かれる金融センターとして、ニューヨークのウォール街と共に世界経済を先導し、世界有数の商業の中心地として、ビジネス上の重要な会合の開催地としても機能している。 1990年代初期に IRA 暫定派が、市内に複数の爆弾を仕掛けて爆発させる事件が発生した。居住する人口はおよそ1万1700人だが、金融業を中心に約31万6700人の昼間人口がある。ローマ人によるブリテント進出は紀元前から行われていたが、紀元43年頃にすでにあった。 ローマ人居住地間の行き来を便利にするために、テムズ川に木造の橋が架けられた。橋の位置は、イングランド南部の比較的海に近いところで、幅、深さも海線が乗り入れるのに十分であり、国内外の物資輸送に好都合であった。そこで、紀元50年頃に、川の北岸に居住地を作り、ロンディニウムと名付けた。町の周囲には、城壁が築かれ、 ローマ軍が中屯した。3世紀末にローマ軍内部で反乱が起き、4世紀後半には北方のハドリアノスの頂上がケルト人によって破られた。ブリテン島に軍隊を駐留させる費用は年々大きくなり、410年に皇帝ホノリウスは諸都市に自衛を命じてブリテン島から軍を撤収する決断をした。世紀に大陸から渡ってきた。 アングロサクソン人の部族国家が生まれ、七王国時代の幕開けとなった。紛争が絶えなかったため、シティの市街地は長きにわたって、ローマ人の残した城壁の外側に広がることはなかった。シティにおける、キリスト教団の拠点となるセントポール大聖堂が607年頃に建てられた。当時のシティの建物は、木造建築が主体で、しばしば火災が発生した。 アゼルスタンがデーンロボの奪還に成功し、イングランドの基礎を築いた。1078年、ウィリアム一世は、城壁の南東角地に、要塞の建設を命じた。これが、後のロンドン島の中核部分となり、イングランドの政治の中心地としての地位が固まった。12世紀ヨーロッパ人、特に北イタリアのロンバルディア人が移住してきた。この頃、指揮機会の原型が生まれた。 1215年のマグナカルタはシティが国際市場化するきっかけとなった。シティは1203年までに24区に分けられていたが、1394年にファリントン区が2分され25区となった。シティ3次会は各区長で構成され、そこから毎年の長を選んだ。区長は各区の市議会と行政を担った。3次会と市議会の双方に、 同業者ギルドが多くの代表を出した。1550年、シティに新しくウィックが設けられ、全部で26区となった。5年後に、モスクワ会社の前身が直挙を得た。1570年、トーマス・グレーシャムと彼の国際人脈が、シティに、王立取引所を設けた。これは、欧州アントウェルペンのそれを模したものであった。銘柄と郵便の国際化により、 王立取引所の利便性は向上した。1592年レバント会社が設立され、その運営が東方問題を国際経済面で弱気した。1616 16年ジョン・リーマンがシティの長となった。1636年、チャールズ一世の御用金融家が政府の手形交換所として中央銀行を構想した。新京と革命でシは軍事費を徴収されたり、 娯楽を規制されたりした。1666年ロンドン大火でフリートストリートが燃えた。1672年ホア銀行が設立された。1712年創業者がシティの長となった。1720年南海放末事件が起こる。1725年減債基金を流用していたロバート・ウォルポールのシティ。 選挙法が民主的な市議会の決定を不遊な参事会が拒否できる権限を与え非難を浴びた。1734年イングランド銀行が現住所のスレッドニードルへ移転してきた。1750年にウェストミンスター橋ができたのでロンドン橋がテムズ川唯一の橋でなくなった。それから十数年、モスクワ会社のアンガースタインがシティで青年期を過ごした。 1760年、ジョージ3世の即位式に810人のマーチャントバンカーが参加した。そのうち少なくとも250人は外国人だったと言われる。2年後、ベアリングス銀行が設立された。1773年にロンドン証券取引所が誕生した。翌年、ジョン・ウィルクスが指の長となった。この頃、イーストエンドのスラム化が社会問題であった。 シティの人口は1700年時点で20万人超であったが、1801年は13万人であった。19世紀初頭の大陸封鎖令に政府が対抗措置を取った。これが疲弊したイギリス経済に追い打ちをかけた。1810年マーチャントバンカーのアブラハム、ゴールドスミットが自殺した。ベアリングと並ぶ英国最低受け者であった。米英戦争が終わるとシテは、 世界一の国際金融市場となっていた。1822年10月、ベローナ会議で東方問題をめぐる交渉が決裂してイギリスは五国同盟を脱退した。1823年、シティのブローカーケンジョバーであったデビッド・リカードが死んだ。1825年の恐慌でイングランド銀行総裁と隕石であったポール・ソーントン銀行が 中央銀行から資源を得たが倒産、ウィリアムズ・ディーコンズ・バンクとなった。1837年教皇では、サンワットと呼ばれた3人のアメリカ人がイングランド銀行の資金注入を受けた。彼らは合衆国名柄を株式公開したり、台米貿易金融のパートナーを募ったりして、非常な人気を博していた。この1830年代には、 スミスフィールドの市に対する課税額が引き上げられた。1851年、海底ケーブルがドーバー海峡で開通した。1854年、株式会社銀行が市ィの手形交換所へ加入することが認められた。以降、20世紀末まで人口減少が止まらなかった。保険と小口株式が広く資金を呼び込み、その資金が長期投資へ向かった。 シティの経済構造は、クリミア戦争の戦後不況から、ベアリングス銀行の救済劇までの19世紀後半に周期的な強行をもたらした。シティを周辺地区と合併しようとする議論が起こり、1894年に王立委員会が開かれたが、ウェストミンスターの意見変更により合併は行われなかった。19世紀後半の経済構造は、 ドーバー向かいのフランスをはじめとする欧州各国と関係しながら形成された。市ティのマーチャントバンク事務員は徒歩で混雑に耐えながら通勤し、発給から各種保険料を払いながら生活していた。語学力のある通信士は高級取りであったが、しかし彼らの多くは外国人であった。両者の差は生涯賃金だけでなかった。 およそ10年ごとに襲い来る教皇から逃れる術を分かるかどうかは語学力や職場環境によったのである。この経済格差を生じた期間にはスミスフィールドの首都シティの教区墓地が閉鎖となり乗り合い馬車と鉄道が順に整備され昼間人口が増えていった。ロイズは放末法が1824年に廃止されたことで海上保険業の独占を切り崩されていた。 1902年、ロイズの家系で主要な引き受けメンバーでもあった、パーシーバーナンドが財政危機に陥った。イギリスの造船業が19世紀後半にトップシェアを記録し続けたので、海上保険市場は拡大していた。玄関競争がドイツ帝国との間に起こることもあった。その陰で、ロイズは静かに調落し変化していった。1912年、 金融スキャンダルが2件あった。一つは昨年来ロンドン貴金属市場に参加していたサミュエル・モンタギューというマーチャントバンクがイングランド銀行や政府と組んでインドの銀価格を操作して下げたというタイムズの連載記事となったインディア・シルバースキャンダル。もう一つはグリエルモ・マルコーニを優遇し大英帝国の無線網を構築させアマツサイ政府がマルコーニ社のヨナゴ会社へ 資本参加していたというものであった。第一次世界大戦のシティは敵国との経済関係に打撃を受けた。戦後モンタギーノーマンが復旧に活躍した。彼はシティの法王と呼ばれ、また国際決済銀行の一員として金本位制を支持していた。1924年6月、ノーマンはイギリスを金本位制に復帰させる委員会を作り、 翌月までに9回召集した。参加者は、オースティン・チェンバレン委員長、アーサー・セシル・ピグーや、ジョン・メイナード・ケインズといった、経済学者、元財務大臣、レジナルド・マッケナ・ミッドランド銀行会長、ロンドン手形交換所加盟銀行の代表者閣位商工会議所の代表団、そして、経団連である。ここまでして、金解禁した結果、イギリスは、 世界恐慌で未曾有の金流出に見舞われた。1931年9月21日、イングランド銀行が金本位制を離脱すると発表した。1933年ソシエーテジェネラルのジョージ・ボルトンがイングランド銀行の理事となった。1932年6月イギリスは為替並行勘定を創設して過激にポンドを売り、賞金とフランスフランと アメリカドルを買った。後二社はすぐ打感した。これに耐えかねて1933年3月には連邦準備制度も金本位制をやめた。まるで1月にドイツ首相となったヒトラーから逃れるようにフランス銀行から金が流れ出ていった。1936年9月25日フランスも金本位制を放棄した。この同日に エベ物ブツ三国通貨協定が締結された。これのために、ボルトンやフランス銀行かわせ取引担当などの国際金融化が連携を取り合ってきた。この協定は、エ物ブツが自国通貨のタイドル相場を安定させることを条件に、アメリカが打艦を継続するというものであり、それまで行われてきた自国通貨の切り下げ競争にピリオドを打って、ブレトンウッズ協定の石となった。 1937年4月、英仏領政府がベルギーのパウル・ファンゼーラント首相に協定の実効性確保に向けた研究を依頼した。第二次世界大戦中の1940年、シティは火災にあった。ほとんどすべての教会が損壊、そのうち11の教会は再建されなかった。NM ロス・チャイルド・サンズは戦中から組織改革を進め、 1947年、節税を目的に新たな持ち株会社を作った上で形式的な株式会社となった。1950年、シティがウェストミンスターと国政選挙区を統合した。戦中の LLC 権限拡大が統合の背景をなした。1946年、イギリスはケインズの交渉で37.5億ドルの借款を得た。これと引き換えに、 ブロック経済が放棄された。借款は世界的なドル不足によりわずか1年9ヶ月で飛翔された。それまでイギリスは貿易収支の赤字を貿易外収支の黒字で補っていたが補填できなくなると金、ドル準備が減っていった。ポンドは1958年にドルとの交換性を回復したが1968年に シャルルド・ゴールの圧力で金の二重価格性が実現するまで値崩れしていった。そもそもの原因は1943年に37億ポンドに達したイギリスの対外債務である。国際協定により対外債務はイングランド銀行に封鎖預金として累積された。1945年35.67億ポンドに減った。 この後リバウンドして1964年54.76億ポンドに激増した。1964から65年は国際通貨基金から合計24億ドルを引き出し、また1964年には国際決済銀行と先進諸国から30億ドルの借款を得た。英国病で保護しきれなくなったホレスタルは1969年に解体された。 このような時代の1960年に、ボルトンはシティをユーロカレンシー取引市場として再興しようと言い出した。交換性回復以前からシティにはユーロダラーが出回っていた。ファンド・オブ・ファンズヌバーニー・コーオンフェルドが営業のため世界を飛び回っていた。シティの就業人口は1961年で39.5万人であったが、 1986年28万人へ減少した。家賃の高騰が店舗やその他施設を市外へ移動させた。1961から86年という期間はグレーターロンドンカウンシルのあった期間と重なっている。初代議長のビルフィスケはイングランド銀行と LLC で活躍した政治家であった。1966年末に ポンド重新法会委員会の議長となり、翌年9月に断尺となった。この大ロンドン議会が廃止されて、市手を含むロンドン特別区が権限を回復すると、ビッグバンがスタートして、マーチャントバンクとストックジョバーが次々と買収されていった。ポンド重新法の採用は、完全な交換性を回復するためのステップであった。1958年の交換性は、イギリス人と、 国内企業に保障されなかった。ブローカーとジョバーがそれぞれにカルテルを形成している伝統的な証券市場が生き延びることとなった。しかしボルトンが育てたユーロカレンシー市場が情報革命という追い風を受けて、四のジェントルマンに襲いかかった。1971年にクソンショックが起こり、8年。 あとマーガレット・サッチャーが首相となってすぐポンドの取引規制を全面撤廃したのである。1986年10月のビッグバンという規制撤廃もジェントルマンの古い聖域に踏み込んだものであった。しかし、ブローカーとジョバーの兼業解禁は19世紀に逆戻りする考え方であって利益相反を規制事実化するところは、等身と癒着した米国大資本 シティに投下された外資は弱い産業を育てることなく目先の利益を追求したから経済効果もそれなりだった。シティはクレーターロンドンのその他の地域を管轄するロンドン警視庁とは別に独自の警察組織であるロンドン市警察を組織している。ロンドン市警察はスノーヒル、ウッドストリート、ビショップスゲートの3カ所に警察署を有し、 813人の警察官と85人の特別巡査及び48人の補助警察官が職務に当たっている。管轄区域はシティオブ・ロンドン全域のみでイングランドとエールズにある警察組織としては管轄範囲と警察官の人員数の点で共に最も小さい。イギリスの大多数の警察官は銀色のバッジを着用するが市警察のバッジは 死の紋章を基調とした黒と金の衣装が施されている。他にも赤白のチェック柄のキャップバンドや巡査や巡査部長の制服の上着の袖につける赤白のストライプ状の職務用腕章などイギリスの多くの警察では白黒の配色であるところを死警察の色である赤白の配色で作られているものがある。死警察の巡査と巡査部長は徒歩によるパトロールの際、 羽飾りのついたカストディアンヘルメットをかぶる。このヘルメットには、イングランドやウェールズの多くの警察用ヘルメットで、使用されるブランズウィックスターはついていない。シティでは、セントポール大聖堂、オールドベリー、マンションハウス、スミスフィールドマーケット、ギルドホール、その他多くの高層建築を含む、あらゆる建物や場所で火災の危険性がある。しかし、シティ内には、ダウゲートに、 ロンドン消防庁の消防車が1台配備されているのみである。そのため、シティは周辺の区にある消防署に依存して火災発生の際は消火活動等の支援を受けている。統計によれば、シティ内で発生した火災に対応する1台目の消防車は平均で約5分以内に現場へ到着し、要請に応じて派遣される2台目は通報後約5分台後半で到着する。 2006年度に、シティで発生した火災案件は1814件で、ロンドン32区の中では最小だった。2007年までの4年間は、シティで発生した火災による死者はゼロだった。シティの紋章火災、爆撃、そして第二次世界大戦後のロンドンの再開発は、シティにも影響を及ぼしたが、著名な歴史的建造物の多くはこれらの災下から、 無傷あるいは軽微な損傷に手間れたため、他の都市に比べて再開発の規模は比較的小さかった。今日まで残存している建築は以下の通り。また以下はテンプル地区への激しい爆撃に耐えた著名な建築である。ただし、これらは大規模な改修を受けている。ホルボーンのハイウェイ西部にアルバート講師の乗馬像がある。 デビアスのチャールズ・オッペンハイムが贈呈した。その他の著名な現代的構想建築や歴史的名所の数々を以下に示す。また、多くの構想建築物や超構想建築物が、市内に存在し、主に金融ビジネス部門に利用されている。これらのほとんどすべては、市地の中でも、金融の中心である、スクエアマイルの東側に集中している。 それに比べて、シティの北部には、バービカンエステートの3つの居住用タワーと、商業用のシティポイントタワーが立つ、小規模なビル群があるのみである。シティオブ、ロンドンうちで最も高い建築物の年表を以下に示す。現在シティ内に立地している高さ100メートル以上の建築物は以下の通り、シティ内で100メートルを超える建築物、 または構築物のうち建設中あるいは建設が予定されているものを以下に挙げる。公式サイトその立ち図、ありがとうございます。